はい、こんにちは。サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは、年金、生活、趣味、資産形成などの面からシニアの暮らし全般を、私の体験をもとにお伝えしているチャンネルです。今日は、その中で、退職前後の手続きについてお話ししていこうと思います。この時期、教員の方は、退職前に関する手続きが ほぼ一段落した頃かと思いますので動画としては少し時期が遅れたかなと思いますがそれでも退職後のの手続続きききといい。うものが引き続きあります。ぜひご覧くださいまた教員以外の方は60歳の誕生日をもって退職の日を迎えられることが多いと思いますのでこの動画はそういう意味では時期を選びません。 少なくとも退職前1年前くらいの方はぜひ目を通していただけたらと思いますなぜなら退職前は自分の通常業務がありますよねそれに加えて自分の仕事を締め次の人に引き継ぐ資料を作るというかなり手間のかかる仕事を裁かなくてはいけませんそれだけで棒の間仕事量がか抱えますにもかかわらず退職 後の自分の生き方を選択する大事な決定をしていかなくてはいけない事柄が次々と書類で送られてきますどれも大事なことでありすぎてどこから考えていいかと途方にくれてしまいますさらにそういう重要書類に混じって後で考えればどうでもよい書類例えば銀行や保険、うん、証券会社のパンフレットのようなものもね、次々に送られてきます 退職前にそれらがどれが大事でどれが広ク類なのかゆっくり義務している暇がなくとりあえず棚に置くわけですがそうは言ってもどれも提出期限があるものばかりなのでなとても焦っちゃうんですよねこんな状況で第2の人生の選択などしっかり吟味できるわけがありませんそして第2の人生の選択は 自分一人で決められないことも多々出てきます。自分の気持ちはもちろん、配偶者の立場や家族の思いも聞いておかなくては、後々こんなはずじゃなかったと、揉め事の原因になります。なので、退職準備は数年かけてじっくり取り組みたいものです。それがこの動画を50代後半の皆さんに見ていただきたいというゆえんです。では、 退職後の事務処理について以下のような流れで進めていきますので順を追って最後までご覧くださいまずは一番大事なもの退職届それから退職金関係の提出書類ですえっ、ー、と丸一番退職届えっ、ー、と提出期限は職場から知らされます退職しました退職しますという書類が 後々保険や年金関係で必要になってきますので、とても大事な書類です。二番、退職手当に関する申請書を提出します。学校の場合には1月中旬に提出があります。組合やご助会から借入れ金等があれば、その生産書類も書いて提出します。 退職金を振り込む金融機関をあらかじめ決めておく必要があります。えっ、ー、と、通常のね、あのー、日常使っている生活費が落ちていくような通帳とは別の口座を指定しておいた方がいいかもしれません。で、退職金は4月中旬に振り込まれますので、確認しましょう。はい、2番です。年金関係です。これも大事な書類ですね。 誕生日の2ヶ月くらい前に年金請求書類が自宅に郵送されてきます。必要事項を記入し、学校を経由して共済組合、都道府県支部に提出します。学校の場合は4月の第1週で退職してすぐなので締め切りを忘れないようにしましょう。3番、保険関係です。退職後の進路によって加入できる保険が違うので、 自分の進路は何になるのかを吟味して保険に加入します以下は主なものを列挙しておきますが詳しくは別動画で扱っていますので参照してください、えー、定年退職者の医療保険という動画です、えー、と抜粋します例1例ですけれども丸番再任用フルタイムを選択した場合です 今までの職場の保険が継続されます。教員の場合は公立学校共済組合に引き続き入ることができます。2番、丸二番、再任用、ハーフの場合です。2年間は共済組合に加入できますが、その後は国民健康保険に加入し直すという形になります。丸三番、別の会社に再就職するという場合です。それはその新しい勤務先で保険を 入れるのか、それとも入れないのか、ということで変わってきますので、新しい勤務先で確認しましょう。丸4番。家族加入の保険の非扶養者になるという場合、家族の同意が必要ですし、自分の収入によっては家族の非保険者に入れない場合があるので、そこは事前に確認が必要です。丸5番。 上記のいずれの保険にも加入できない場合、国民健康保険に入ります。その他、細かく分けていくといろいろありますので、詳しくは過去動画をご覧ください。それぞれ加入できる条件や掛け金、提出期限が違うので、自分の進路にね、照らし合わせて決めていくことになります。はい、大きな4番です。退職後の任意加入。 の団体ですさまざまな任意加入のンパンフレットがあの同時期に混じってきます必要書類と同時期にきますので必要か必要ないのか自分の中で整理して分別する必要があります単に紙を処分するという意味ではなく今後の生き方によってその同じものがですね必要だったり不要だったりするので 退職後の生き方そのものを自分の中で整理し直しておく必要があります。まあ、例えばですけれどもね。教員の場合には太教語という組織に入るか入らないか。それから五条組合生活共同組合都道府県支部えっ、ー、とコープというものもあります。丸5。その他投資相談の書類が入っている場合があります。自分の老後について。 資金の振り分けを考えなくてはいけません。かといって、自分の考えを何も持っていないまま、投資セミナー、または退職セミナーなどの説明会に臨む,臨むと、えー、講師の先生からとても説得力のある投資や保険の重要性をレクチャーされますので、いやー、焦って入ってしまったという、そういうことにもなりかねません。自分で、 よしと思って入るならそれはそれで良いのですが言われるままに入ると後で自分でいろいろねあの破綻をきたしていきますのでそこも注意しましょうはい大きな5番です配偶者の年金手続き配偶者があなたの非扶養者になっていてかつ60歳未満の場合は配偶者の立場が変わってきます あなたの進路によって年金も保険もそして配偶者の年金も保険も変わってきますので自分のし進路についてはしっかり年金保険の関係も含めて選択していきましょうはいじゃあちょっと例を言います1あなたが退職後無職になった場合の配偶者です配偶者は自分で国民年金に加入します 退職日から14日以内に住んでいる市町村役場に行って手続きをします。保険料は配偶者が自分で払っていくことになります。はい。二番。あなたが退職後再就職をし、厚生年金、国民年金の加入者になった場合は、退職日の翌日から30日以内に住んでいる市町村役場に行き、種別変更届を行います。 はい。大きな6番。任意の保険関係です。60歳までかける財経年金や、その他任意で加入している個人年金などが、任期の満了になってくることがありますので、その手続きをします。折り返し、関連の銀行や会社から、新しい保険の加入や投資の勧めのパンフレットなどが来ますので、ここでも吟味が必要です。 さあどうでしょうか。これらの書類はほぼ退職前の同時期に大きな袋に入ってどっと届きます。公的なものかプライベートなものかは別として何らかの形で金銭が絡んでくる書類ばかりです。何が必要か何が必要でないのかは今後の自分の進路によって様々ですので横並びで人に聞いて分,け分かるものではありません。 投資信託や保険の新たな加入の勧めなど、いらない人から見ればたなどごみですが、いる人から見れば大事な参考資料になりますので、定年退職後の自分の生き方と向き合って考える必要があります。しっかり時間をかけて内容を理解した上で、後々後悔がないように、第二の人生を選択していってください。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。 この情報が少しでもお役に立つようならチャンネル登録やいいねボタンを押していただくと嬉しいです。はい、次回の動画でまたお会いしましょう。サガンでした。See you. Bye bye.